こんにちは。謎の緑の点から続きやっていきます。一番こう南にある島なんですけれども、多分ですね、予想はヘイムダルガツオが破壊されたことによるなんか落ちてきたアイテムとか拾えるんじゃないかと。だったらいいなあ。なんだここは贈り物だよね。だよね、そうだよね、空の贈り物。いきなりかよ。ここにもあるか。そっか、あ、間違えた。ある、どっかにある。楽しみだね。あ、ここにあった。どっかから出るのかな。暗っ。これいける。これに行く。何があるんだろうか。でも多分ね、今順当っぽいです。ここも新しい怪獣が出てくるので、よかった。来て、やっぱこのアシュレ復活するとここに来れるんだな。見えるぞ。あ、でもあれは取れないな。こっからじゃ取れないですね。あそこに入れるんだ。わけわからんな、もう。あっちは？こっちは入れない。ここ入ってみるか？え？あ、またあっちにも行ける。あれ取れるな、ここから。ここどこだろう？私これ全部、おお、取れる。劣化の怒り？え？これ何のアイテム？え？アーティファクト専用非属性？アーティファクト専用非属性って何？何だろうこれ。やばい、全然わかん。あ、これでさっきのところに来れます。あー、これ取った。何個じゃないんだこれ、全然覚えてないぞ。で、これを取ろう。雷鳴の牙だ今度。何だろう。あ、モルドノーム、いいかな。口がかわいいね。モルドノームレベル31、 HP720、 火胞子。うわわわわ、混乱だ。甘えっこ、いやいや、甘えてこないでくれ。痛い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 。ブラッドは痛い。ブラッドは痛いよ。こんなんかよ。え、これきついかな。ビームだけじゃ、いや、いけるかな。レッドビュート。うわうわ、やめてやめて、キム弱いんだから。またか。ってやつだ。何してたっけ。これは降りるしかないよね。ここはいけないよね。あそこがいける。上にも？あ、行けるとこある。下を行ってみるか。あ、取れる取れる。
こんなだだっ広いさ真ん中にあるとちょっと不安になるんだけど。闇の人の出だ。何に使うか全くわからないよ。ここはいけないと思う。さあ、あの画面がね暗くてですね、すべてが扉に見えるという。あ、行き止まり？降りれそうな気もするな。こっち側に行けるな。上に行ってみよう。こっちか。ここはどこ？ああ！あ！あ、そうそうそう、こういうイメージはあるよね。穴がさ、いっぱいあって落ちて。アイテム拾う。このさ、これは結構なんか定番じゃないか。片っ端から行くしかないな、これ。一歩ずつ落ちていくか。あ、いける。ここどこ？あれ、これ来た場所？ああ、トレジャー。これは水のささやきだ。ここから落ちていこう、順番に。あ、取れる。先行の一撃だ。あ、なんかレバーがあるぞ。これはどういったらいいんだ。降りて入るか。で、上行くか。ピンチ。あ、なんか出てきた。トロールだ。普通にピンチなんだけど。どうしよう。レフトアームエッジ。こんなんやられたらやだな。ストーンジャベリン？石投げてくるか。いいぞ。みんなが来るか、このキノコ倒したら習えてしますね。やばい、放射やめて。混乱しないでください。よし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 。え、本心の一撃？うわー、普通にピンチ。待って、でもあいつは絶対倒したい。これは倒さねばならない。モルトノーマとして、やばいかもな。次渾身の一撃来たら死んじゃうかな。うわうわうわ、やばいやばいやばい。あぶねー。よかった、仲間来た。危ない。うわうわうわ、なんてこった。アナライズファーストエイドでいいか。うわー、びっくりした。あぶなー。トロールレベル32、 HP750、 光と火に弱い。マジでピンチだったわ。首長、リジェネレーションだと。ラッと攻撃かのドリルプレッシャー。ヒュー回復。うわー、びっくりした。こんなとこで死にたくないわ。強っ。
かった、ティム一人じゃなくてよかった。怖すぎる。あ、でもティム風緑つけてたっけ。あ、よかった、大丈夫だ。じゃあ一人ってことはないわ。何してたっけ。あ、そっか、こっちから落ちてたんだ。どの穴っぽく入りましたかね。手前入って、あそこから近いとかで、ここも入ってない。あれ、ここ今入ったんだっけ。ここ入ってみる。あれ、ここ落ちたんだっけ。あ、じゃあこっち行ってみようか。降りてみて、これが、あ、でもどっか落ちてきて、あれを押せるようになるんだ。何のスイッチだろう。大地の鳴り。ここから登れる。出てたか。で、あ、なんか違うとこから出てきた。え、もう穴っぽすぎてわかんない。ここから普通出てきたんだっけか。あ、ぽいなぽいな。1234で、そこから出てきて、ここに落ちてみる。あれ、ここ落ちたことあるっけ。あれ、ここどこ。あ、惜しい、惜しいとこ来たな。もうわかんないよ。あそこに落ちてみたんだから、ね、こっちか。来た。何のスイッチだ。お、開いた。てか、あそこどこ。待って、あそこどこですか。あそこどこ。最初の方だから、もう落ちるところはないよね。最初の方だから、ここか、こっちでした。ここどこでしょうか。あ、登ってきたとこか。下によく落ちて、内側の何かが開いた。あそこが開いたのか。上にはどういったらいいんでしょうか。上に落ちてくればいいんだ。これ意外と時間かかるな。あっち側に落ちればいいから、適当にさ、向こうのこの辺に来て、あ、来た来た来た。あれ、ここ開いたんだよね、多分。ってみよう。あ、ついたついた。疾風の爪で終わりか。あ、なんかいるよ。君誰。あ、星かな。来た。僕、リグトブライト、遠い空から来ました。星のガーディアンです。やった、リグドブライト。僕を必要な時は遠慮なく呼んでください。すぐに飛んでいきますから。でも食べないでください。え、なんか可愛いやつ手に入ったんだけど、イーラムトス読み出してないけど、上がる。あ、アーティファクトってそういうことか。とりあえず覚えたいから、とりあえず変えよう。これだ。バルキリー、ガーディアンにより無属石炭全体だ。これもだ、コスミックレイ。ティムがどんどん強くなってしまう。全体かよ、待ってたよ。で、アーティファクト、専用アイテムを使って攻撃。ああ、さっきの使うわけか。さっきのさ、私全部回収できてるかな。何種類あるんだろう。
基本属性だよね。大地、水、烈火、風、雷鳴、閃光、闇、これ集まってる？わからん。確かめながら行くしかない。ちょっとこれやりながら行きましょう。来ない。ありました、ありました、ありました、ありました。あれどう通ったらいいんですかね。こっから近いから、上か、上か、上に行けない。この上から行くのかな。あれ、あそこ行かなかったっけ。あそこに行くにはどうしたらいいんだ。こっちの扉は？ん？ここにあるんだ。あっちの端か。じゃないな。多分さ、通貨か。このさ、下行ってもさ、下に出るだけだもんね。そうだそうだ、通貨だ。扉はない。あ、ここの段に乗んなきゃいけないの。これたくさい、これたくさい、これたっぽいぞ。あー、取れる取れる取れる。大変だこれ。よし、雪の結晶か。多分これで全部だろう。全部回った気がする。うろうろして、でまた戻んなきゃいけないか。大変でした。なんて言ったってあれですかね、バレリア諸島でリルカの部屋とか見ててぐるぐる回るくらいなんで。よし、というわけで贈り物、なんか突然だったんですけども、リグドブライトが手に入ったので、またちょっと雑魚倒すかなをして、あれ覚えちゃおうかと思います。ガーディアンロアを覚えちゃおうかなと思います。さて、生贄の祭壇に向かいましょう。とストーリー進めていきます。ワープしよう。降りる場所はもう分かってるので、ここじゃない。手帳の出張所の方から行けそうな感じでした。ガイアに会えるのってすごくないですか。会えるかわかんないけど、どんな感じなんだろう。あとティムのガーディアンロアも覚えてます。リグドブライト分、ただその使用 FP がすごい高いので、ここじゃないわ。すぐは使う、ちょっと使えないかもしれない。50と75かなとかだったので、ほら、よし、着いたー。すごいとこね。どれか取れるアイテムあるんだろうか。来た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 。この辺取れないかな。ちょっと違うのか。
海か、あれもしかして。まあいいか。さて、とりあえず入りましょう。生贄の祭壇。すごい、なんか、なんだあれ。あ、なんか違う、全部。これなんだろう。これは何？これ何？ここ同じか。なんか模様が違うんだ。すごい凝ってるとこだ。なんかある、なんかある。スイッチかびっくりした全然いけないわとかって思って。これスイッチじゃないのこれ。はーい、なんだなんだ、あれこれじゃないんだ。なんだろうな。あ、できてきた。普通のでかい。なにこれ、ヤシュペンスト。ドラクエっぽいやつだアナライズ。ティームは決めるか。ドラクエっぽい。で、レベル32、HP480、100点光、ハイブレイク。これもか。いいね、FP が溜まる。溜まったからちょっと使おうかね。コンバイン、あ、してもいいか。今なんだっけ。あ、リーマクシ、マキシマム、リーラムトスですね。うおこんなやつなんだ。あ、ミスかあ、全部見れたからいいわ。へえ、すごいな、ギーラムトってあんな見た目なんだね。リグドブライトに変えとこうかな。変えとこう、リグドブライト。そうだ、アーティファクトも使えるんだ。基本的にカノンとかコンバインできない人用なのかな。謎だな。ちょっと使ってみるか。あれ、ここも。ここも渡れないんですけど。あ、これ低いとこにある。あ、落ちちゃった。待て待て待て、これがスイッチか？あれ？なんか低いもんね。これじゃ作動しないな。
何で作動すんの？風化か、これこそ。ダメだ。何で作動すんの？これか？なんだろう。キックブーツじゃないしな。何ですか？これじゃないのかな？何？横から？そんなことないよな。仕掛けある。よかった、全部試そうとしてみて。こういうことあるのか。ちょっと揺らしてみなきゃですね。大変だぞ、大変だぞ。このなんか丸いやつが動いてたら怪しいか。なんだこれ、なんだこれ、なんですかこれ。なんだろう、飾り？仕掛け？どっち？謎すぎる。揺らしてみるか、一応。これ意味ないか。わからん。もう捨てるのか。わかんないな。なんだかよくわかんないんですけど、先にとりあえず進みますか。特になんか別に、わかんないですね。飾りかな。あるある。ここはこれをやればいいのかな。サンバードハット。もうわかりません。誰のハット。ハットティムか。多いな、帽子が。アシュレイか。で、これ下がった。で、ここ仕掛けがわけわからん。どうなってんの？ねえ、進めない。待って、ここわけわからん。落ちるよね。あれ落ちない。落ちた。待って、意味わかんないよこれ。なんでここだけ雪なんだろう。どういうこと？これさ、あれじゃない？待って、今見えたじゃん、あっちの。あ、なんか見えた。スイッチさ、今見えなかった？ここの、あれ、ないな。あれ、気のせいか。スイッチもう一回入れるんかな。いや、意味わかんないな。なかなか進めないまん。
違う違う、本番出るとこだよね。あれ押せないスイッチ。あ、これ戻せないんだ。で、見える、こっから床みたいな、ほら。だから。あそこになんかはめるんだ。あ、これをはめるんか。これ動かせるやつか。わからねー。これで、はめるだけか。めっちゃ下ってしまった。ここに、よいしょ。やっぱスイッチあるね。全然遠くからあれをやるとかじゃなかったわ。はい。よし。なんかあるぞ。どうなってんだここ本当に。あ、これ取っちゃおう。ハイパーギア。ギアは誰ですか。ギア、ハイパーギアは、あ、こっちのギアかな。いや、あ、これか。フラットか。んで、なんかある、なんかある。なんかあるよ。あ、これさ、また変な像だ。これさ、やっぱ像のさ、あるところ、あれに、あれが取れんじゃないか。え、そんな予感がする。あ、いけない、いけない、いけない。そんな予感がするわ。あの像だって、なんだこれ、モーパー。あ、いや、フラットこっち、カノンナライズキムフラッシュ、すごっ。何これ。なんか出てきてる。ローパーレベル31480、逆転属性なし。パワーって、どういう、何がいるの、あそこに。ヘブンズガス、嫌なガスだな。6回寝てる。あれ、アナライズできてないよね。したっけ。ちょっと待って。一家倒しちゃった。弱点見てないもんね。ちょっとこの辺やっちゃおうかな。引くかな。またパワーアップだ。え、中身何、あれ何が入ってんの。ダメだった。次、アナライズするわ。ねえ、ここどうなってんだよ。ここどうなってんの。ここがまっすぐなんか伸びてるな。え、しても特にないか。ここはいけるか。
スに戻れるだけ。どうなってんの。降りてみる。あでかそう。なんだこれ、ハイドラだ。 HP 高そう。アナライズ貯めよう。すごいいっぱいいる。ボスみたい。ハイドラレベル32、2800か。氷と火両方すごいことになってるな。反撃いっぱいいっぱい反撃されちゃう。防御なんであんな引っ込むの。なんだこれ。カノン止めよう。キムなんでもいいや。あれ弱点だけどこれ使ってないよね。無属性ヴァルキリーとか使ってみよう。432かわいいな。なんかダメージが無属性便利だな。でもそうか、全体攻撃だったこれ。ただちょっと火力抑えめなのだろうか、わかんないけど。じゃあなんかやろうかな。あ、コンバインしちゃおうかな。よしよし。でもこれさあ、あべこれさあじゃないわ。なんかあるよ絶対。ええ、まずいかな、進んじゃん。あ、セーブだ。あ、とりあえずじゃあここで今日は終わりにして、ちょっとあそこの2箇所がね非常に気になるので手に入る気がするんですよね。ちょっと周りうろうろしておきますね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。